実は今までですね、東京都知事選に向けてですね、皆さんにご支援をお願いしておりました。まあこれ、これからもお願いするんですよ。もうね、この状況だったらね、まず桜井が外に出て、で、訴えかけるしかないんだよね。少しでもこう訴えないとね、どうにもならないわけですね。ただそれに、ね、訴えるって言ってもね、都知事選に出るには、まず、供託金っていうのがね、必要なんですよ。300万円ですね。で、 さらにそれからさらに先があるんですね。一応目標金額としては1000万を掲げてるわけですけど、ね。前々回が700万円、前回が900万円だったかな。えー、1000万使ってないんですよ。まあ、だから多分1000万円ぐらい用意できれば、なんとか都知事専念戦えるんじゃないかと計算はしてるんですけれどもね。ただそのまず最初の300万が準備できないと、そもそもこう立候補できないというですね。 だったんですね。それで皆さんに先月からね、お願いをしてたんですけどもね、えー、実はですね、えー、応援する会の方からですね、連絡がありまして、えー、このですね、えー、最初の供託金300万円のライン、えー、超えたそううでごござざいいまます。す。ありがとうございます皆さんのね、えー、ご支援がもう300万円超えたっていうことで、誠にありがとうございます。これからはですね、えー、次の第2ハードルということで、1000万を目指してですね、えー まだあるんかいと言いますけど、しょうがないじゃん、これ。あのポスター代とかね、あの、燃料代とかね、うん。まあ、ですからね、もうこっから先はね、できる限り支援をね、応援する会の方に、応援する会の方に、ぜひ皆さんね、献金をしていただければと思います。日本大使党でもいいんですけれども、結局日本大使党から応援する会に行きますので、応援する会の方に集めていただけるようにね、お願いしたいと思います。 いや私もね、正直言ってね、君たちを侮っておりました。いや、300万は超えてくるだろうとは思ってたんですけども、ギリギリね、待つぐらいかなとは思ってたんですけども、えー、もう早速ながらに超えていたということでしてですね、えー、連絡がありましてですね、応援する会の方から、えー。まあ本当にね、ありがとうございます。ちょっと君たちを舐めていた桜井先生ですけどもね。えー、<laughs> いやねあの、先ほども言った通りね、1000万目指してね、 頑張っていこうと思っております。えー、まあ、ということでね、まあ、ちょっと今日のね、おさらいですけれども、都知事選に向けて、都知事選に向けてですね、皆さんにお願いしていた、供託金の分、300万円ですね、もうこれがクリアできたということで、次の段階に進んでおります。まず最初のね、最初の関門というかね、これがクリアできなかったら最初から話にならないんですね。で、それが、あの、300万円の供託金だったんですけども、その300万円の供託金分は、 なん、えー、とか確保できたということで、えー、応援する会の方から知らせが来ました。以降については、この次の段階ですね。まあ、だから、前回、前々回を考えて、多分1000万円ぐらいあれば、あの、戦えるんですね。我々の場合にはですね、こうやって一つ一つね、こうやってかざるを得ないのでね。ですから、その、まずはね、300万をクリアしたら残り700万、1000万をね、プールできるように。 皆さんにね、これからも献金をお願いしていきます。一つ一つ、こう、関門をクリアしていかなきゃいけないっていうことでね。第一の関門は突破したということで、まあ、これに関してはね、まあ、桜井先生がちょっと君たちを舐めていたということでしてですね。いつも通りね、コメント欄で茶化して、で、実際にはね、献金なんてしないんだろうなぁと、まあ、ちらっと思ってたんですけれども、もう実は早々とですね、300万をクリアできたということで、 ありがとうございます。ここは素直に頭を下げておきます。素直に頭を下げておきますのでね。